クバトロじゃないですか。今日何狙うんですか。今日はウナです。ウナギ。ウナギです。おー。ウナギ。きたー。この中道小森でサルカンでハリスぐらいの感じ。そうですね。おシンプル。シンプルな。あ、耳ぶどうですね。おー。何やら、桜どんなのがいいんですか？いや、な、多分何でも。何でもいい。なんなら、ペットボトルにニット巻いただけで、すごいボイルしてるんですけど。超絶ボイルが。ルアーが、ルアーが投げたい。こんなお手軽な感じで釣れちゃうの？こんなお手軽な感じで、ちょっと、狙ってみようかと。ボイルが気になっちゃって。ボイルが気になる。この間なかったんだけど、台風前の荒食いから。ああ。ちょっと気圧下がっていくかも。中道小森に、パリス、道とか。まあ、適当ですね。リーダーついたもん。入れて、サルカンで、ハリス。そう。お願いします。え？ミミズを。そう、途中からあたり。あ、途中でいいんだ。途中っていうか、まあ頭先端じゃなくて。からプチュッと。で、ズルズルって、一回プツッと入れば、ズルって入るから。全然できなそうなんだけど。これでも動画センシティブな動画とかこれ、うん、モザイクかなんかセンシティブだね。大丈夫だろ。入った。でブーって言った、ブーって言った、ブーって言った。うん。ケツの方からブーって出して。うん、これで。でその刺す出たところの先っちょに。せばいいか。いや、お尻まで行かない。もっと行っていいの。うん、もっと。上田のフラッキングパフォーマンスを改造した。フラッキングパフォーマンス。なんだっけ。フラッキングスペシャル。今までのガイドだったらこの風でもう絡まる、ね、軽ガイドに全部付け替えたんだよね。そう、この見てください。で全部最新のガイドに付け替えられた。ちっちゃいガイドでした。だ昔のフラッキングスペシャルだとガイドが5個。これは5個だね。5個だったの。スペシャルライト、これ何8個ぐらいに変えてんの。何個だっけ。10。おお、いいね。オイルがすごいね。来てるぞ。左だな。もう一回ぐらいか。いやでも左の竿が微妙に。しゃぶってんね。結構ゆるゆるにしてチキチキって出てってくる。いけっかな。あでも餌ちっちゃめにつけたから、もう食い込んでるようだ。あ、寝かかった。むずいね。持ってかれたな。なんか運んではいたのかね。残念。残念だな。で、お尻から通して。うん、通して、その通した先、プツッと出して。グッと。で、そこに、の先、それでくっつけた。
いや、それちぎれてっからなんか。おおおおおおレッツゴー。乗った？どう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 。あ、これウナじゃないですか。来た。すごい。やりました。持って持って。すげえ、メソですね。江戸前のうなぎが簡単に釣れた。この子はリリースサイズですかね。はい。いや、すごいすごい、メソリリース、さすがです。ありがとうございます。さあ早く試合です。なんか走ってるよ、走ってるよ。いや、やめよ。ドラグが。やめよ。ドラグがね。やばいやばいやばい。でかい？わかんないよ。巨大ウナかもよ。やばいよ。これは。極太だよ。大陸来た。赤目もいるからな。ヨーロッパ大ウナじゃん。うん。わかんねえな。でかい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 。マジか。マジか。金島さん、持ってください。でかい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 。来たー。これがちょっとライティングしていいですか。これはちゃんとしてるね。開始数分で2匹。ウナプロとしてはどういう見解ですか。いや、誰でも釣れます。今日のポイントは大きいです。すごいよ。なった。いや、なんなかった。ぶっ飛んだ。ぶっ飛んだ。いる？いるな。いる。結構曲がりが太いから。よし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 。すごいぞすごいぞ、うなぎ祭りだ。イエーイ。いいサイズじゃん。これも入れとこうか。おう。ジェルなった？いや、竿が倒れた。乗った？いや。フィッシュ？乗ってない。いや、乗った。わかんないな。ドラッグが緩くし。いや、乗ってないな。おまあメソとかついてるかもしんないからね。いや、乗ってないね。何もちょっとしゃぶったのかね。全然じゃない。違うな、こっちじゃないな。あれあれあれ、魚が当たっただけじゃないかな。当たってるっぽいんだよな。しゃぶってるっぽいよな。これ、お似合わせ？一瞬粘った方がいいのかな。暴れないから魚じゃないのかな。こ
これ待ってるのも楽しいね、うん、いつチリになるのかっていう。どう？いや、いない。なんだろう、手前でシーバスが当たっただけかな。いないっす。おいっす。なんだよちっちゃいの来てましたね。メゾメゾっ子、かわいい子ちゃん。あれ、あっちになってない？お、こっちも違う？あ、来た来た来た。ラッシュ来てるよ。え、レッツゴー。フィッシュ。どう？お、こっちはまあまあ。ありそうな。おお。濁りだった。なおだね、裏木しか釣れないはずだからね。さあ、ダブルヒット。よろしくお願いします。さすがでございます。よっしゃ、キング君来た。ダブル持ちだ。イエー。ダブル、一人ダブル。一人ダブルヒット。絡まっちゃったら最悪。メソは逃がしてあげるとして。すごいなぁ。いきなりラッシュ来たな。ほぼじゃないよ。よし。お持ち帰りだな、これ。こういう人たちがいるから天然のうなぎが少なくなってるんだって。うん、大丈夫、大丈夫だよ。捕まえるか。あるよ。あ、そうだ、こっちにあれする。うなぎ作り。何やってんだよ。何やってんだよ。やるな。ふいふいふい。あれ、また出る。ごめんごめんごめん。お家帰るよ。お家帰るよ。一人でいいんだよ。よし。何やってんだよ。ダメだ。出るんですけど。何やってんの。半分キャッチ見えるよ。いやいい。よし。出る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 。先にチャックね。脱出の天才だな、この人。来たんすか。来た。どうですか。来たね。リリーなったよ。どうですか、サイズは。うなぎ、うら、うら、レッツゴー。きたー。かわいい子ちゃん。メソちょいぐらいだね。なんか白いよね、ここ。おめでとうございます。入れ食いですね。これはキープ。何気にステラじゃないですか。ステラうなぎじゃないですか。気づかなかった。ちょっと。え？しゃぶられ損です。なってたよね。うん。ちょっと取られちゃったな。うん、一回付け替えた方がいいかもな。いない？あ、いないね。抜けたね。抜けた。うん。どう？いや、わかんない。あ、抜けた。ああ。抜けたっぽいな。くっ
ったね。いやー、なんか地合いあるね。しゃぶったんだけどな、ね、久しぶりの、うん、当たりだったけどな。残念。あ、いただきとられてる、うん。